1月13日。うわあ、違う。双子チャンネル。危ない危ない。1月14日。かわいいなやつ。じゃあちょっと待って。まだ終わってない。1月14日金曜日。今必死にお父さんにボールをつけてるのがレッド君です。で奥にいるのがグリーン君です。嫌なやつだな。えいえい。ダラダラしてます。グリーンの奥でダラダラしてるものが一人。なかなか顔つない。ラッコみたい。あ、動いた。正解だけじゃん。立つか、立つのか。こ、起きたな。やること一緒だな。ちょっと待ってね。まだ前の人行ってないからね。のりにブロックを入れるレッドです。ちょっと賢くなったか。さすがに入らんな。あ、グリーンが来た。これ迷うと、おう。遊んでんのか。お、はい。入った。すごい。今それをちょっと遊んでたから返してあげて。レッドもすげえ。今ね蓋もセットみたいだからさ。手押し車を見つけて引っ張り出してきたグリーンです。あ、レッドさん、レッドさん覚えに行っちゃダメだよ。まさか交渉に使うのか。おい、レッドさん奪っちゃダメだよ。おい、堂々と奪ったな、あいつ。どうにか二人で順番に遊んでいただきましてね。どうですか、久々の手押し車は。夢中できっちりないね。あれ、もう一回行くの、もう一回一っ走り行ってくんの。じゃあグリーンさんちょっと避難しようか。おーい、おーい、何やってんの。今双子たちは成長を取り込んでる。
を見守っています。うん、うん、イエイイエイイエイ。なぜか二人でせっせとクッションを大移動しているんです。お風呂前に何してるんですか。私、おい、大丈夫。あちらの方もね、白いクッションをずっとせっせと大移動して目の前を行ったり来たりしております。忙しそうね、あんたたちね。重ねた。え、危ない危ない、それも危ない。ちっ、なんで衝突事故してんの。どっちの色でもいいんだ。黒が良かったの。え、なんで黒そんな人気なの。力持ちだね。あちらの方、寝ようとしてる？もしかして。そんなことないよね。これからお風呂だよ。まだ寝ないよ。